今日は暑さに強いマリーとモナコと一緒にワンちゃんのお祭りに行ってきます。夕方から始まるお祭りですね。みんなと一緒に行きたかったけど楽しんでこようね。行ってきます。はい、到着しました。これから中に入ります。ちょっと暑いね、やっぱり蒸し暑いです。すごいかわいい浴衣だ。え、何ちゃんでしたっけ。サランちゃんちゃんと帯が、帯巻いてるよ。帯とセンスも、すごい。ママが作ったんですか。いやいや、作ったやつ。あ、そうなんですか、かわいい。ね、サランちゃん何歳でしたっけ。1歳半。何ちゃんと何ちゃんなんですか。モーちゃんとカウちゃん、はい、モーちゃんが黒ちゃんの、カウちゃんが茶色の方で、かわいい浴衣着てる。ちゃんと何歳ですか。もうちゃんが2歳で、かんちゃんが今10ヶ月。そっか、すごいね、スタジアム。皆さんこんにちは。いつもゴーゴーグッファミリーの動画をご覧くださりありがとうございます。暑い日が続いていますが、皆さんはいかがお過ごしですか。モナコとマリーと飼い主とおばばは埼玉スタジアムで開催された夏祭りワンコのフェスに行ってきました。すごいね、初めて来た埼玉スタジアム。初めて私も初めてだな。実際に行ってみて、到着したばかりはうーんと暑かったのですが、途中雨が降ってきたこともあり涼しくなってきたので、ご部費全員連れてきてもよかったかもしれないと思いました。今回はラブちゃんパーちゃんとも久しぶりに会えたし、たくさんのお友達にインタビューできたのでとても楽しかったです。インタビューに出演してくださったお友達ありがとうございました。見えてきたよ、ほらお店屋さんとか見えてきたよ、うん、でも全く風がないわけじゃないからさ、過ごしやすいかも。あ、キッチンカーもたくさんある、すごいね。あ、お店もたくさん出てる。ここで最初写真撮ろうか、うん、あそこ並んでるの写真撮るか。あそこのさ、埼玉スタジアムっていうところに行って、ちょっと沈んでこよう。涼しそうなところがあるから。あ、涼しそう、ほら見て見て見て、涼しそうね、すごい涼しそう。ちょっとそのこの下に行ってこようか。あ、涼しい涼しい涼しい、すごいね、お店屋さん回ってみる。すごいね、あ、ドレスみたいなのが。じゃがいも詰め放題300円、農薬不使用って書いてある。何ちゃんって言うんですか。アンズです。アンズちゃん何歳ですか。4歳です。アンちゃん4歳です。かわいいね。トラくん、トラくん3歳です。何ちゃんって言うんですか。カイシュくん、カイシュくん何歳ですか。カイシュくん4歳です。すごい貫禄があるねえ。あ、そうなんですか。すごいかわいいね。カイシュくんのママからお名刺いただきました。ドッグランもやってらっしゃるんですか。すごい。どちらでですか。埼玉門市。あ、門市、埼玉県門市。あ、そうなんですか。久喜の近く。行ってみたいです。ペキニーズと一緒に立ってらっしゃるんですね。かわいい。看板犬が、あとこの子たち。何ちゃんって言うんですか。ヤマトです。ヤマトくん、はい、カイシュくんと一緒に。ヤマトくん、ヤマトくんは何歳ですか。5歳です。5歳、すごい。じゃあ一緒のところいいですか。すごい迫力ありますね。おとなしいですね。そうですね、あんまり吠えないし、シャンプーとかってすごい大変ですか。自宅でするけど。あ、自宅で3時間か4時間乾くまでにかかりますよね。家でやる、根性で。
マリ1歳になった。まだ8月15日の終戦記念日に1歳になります。あ、それから1歳だよ。パピーちゃんね、ロリーちゃんは何歳ですか？2歳。ロリーちゃん2歳です。かわいい。女の子ですか？はい、JJ ちゃんです。女の子ですか？はい、何歳ですか？ JJ 9歳。9歳。 JJ ちゃん9歳です。かわいい女の子。フレンチブルドッグの来てくれてるんだね。かわいい。すごいね、お店屋さん。何ちゃんって言うんですか？ロイドくん。ロイドくん。ロイドくん、何歳、何ヶ月ですか？4ヶ月。ロイドくん、かわいい。かわいいね、すごい。かわいいですね。麦くん5歳です。麦くん、弟ができてよかったね。ねー、あ、何くんですか？くんですね。くん、シャカちゃん。あ、思い出した、思い出した。すごいいい名前で、シャカちゃん。こちらがシャカちゃん。シャカちゃんは何歳でしたでしょうか？4歳です。シャカちゃん4歳です。男の子ですよね。はい、シャカちゃん4歳です。で、カミちゃん、はい、7歳。カミちゃん、いいお名前なんだよね、両方とも。どちらも男の子ですよね。あの、どこだったっけ、あの、埼玉で会いました。埼玉で、はい、はい、あの、ブルサ、あ、ごめんなさい。ねえ、また会えてよかった。ホゲペイタ、ホゲペイタくん、ホゲペイタくんです。何ヶ月ですよね？5ヶ月。ホゲペイタくん5ヶ月です。かわいい。さっき4ヶ月の子が、はい、ねえ、焦げていたくん。8キロあります。焦げがひらがなで、平らに太いで、焦げ、はい、ペイタ、焦げペイタくん、はい、かわいい名前、なんか忘れないと思います。前の人がチンペイっていう名前だったんです。あ、チンペイ、珍しい、はいはい、平らつけたいって、はい、これで15歳で亡くなっちゃった。一緒に着てたいですよね、ちょっとね。いいですか、写しても。すごいかっこいいシャツですね。あとママのもかわいいですね。米粉のおやつ買ってく？お米で作ってあるの。小麦粉とか使わないで。米粉と豆乳で作ってるんですけど、豆と米のアレルギーがなければ。はい。おいしい？米粉で作ったお菓子です。え、どれがいいかな。今食べたのはこちらですか？はい、じゃ、すいません、2袋をお願いします。はい、ありがとうございます。800円になります。はい、米粉のお菓子買いました。何ちゃんって言うんですか？琥珀です。琥珀くんですか？はい、あ、琥珀くん、何歳ですか？5歳です。5歳。琥珀くん5歳です。かわいいね。麦です。麦ちゃん、はい、女の子です。はい、麦ちゃん、麦ちゃん女の子です。4歳。かわいい麦ちゃん。麦ちゃん琥珀くんと麦ちゃんのママに名刺いただきました。ありがとうございます。かわいい。何くん、何、トムくん、トムくんです。何歳ですか？2歳です。2歳。トムくん2歳です。アイスクリーム食べてます。おいしいね。おいしいね。かわいい。トムくんのママにご名刺いただきました。かわいい。トムくんお花たくさん。かわいい。何ちゃんって言うんですか？ピノです。ピノくん。あっちゃんです。あ、ピノちゃん、はい、ピノちゃんかわいい。何歳ですか？1歳8ヶ月。ピノちゃんかわいい。すごい顔してるね。いや、かわいいです。何ちゃんって言うんですか？レイと言います。レイちゃん、はい、レイちゃん、あ、レイくん、レイくん、レイくん何歳ですか？4歳です。4歳。レイくん4歳です。かわいい。レイくん、すごい。
歳ですか？3歳。なんていうお名前なんですか？ボンちゃん。男です。あ、ボンくん。ボンくん3歳。あ、ボンくんって書いてある。あー、すごいね。お利口さん。65キロ。すごい。ダイエット12キロぐらいダイエットして。何ちゃんって言うんですか？コタロウくん。コタロウくん、こんにちは。何歳ですか？1歳と、はい、1歳と6ヶ月です。かわいい。お帽子も似合ってます。大下なのにガンバのユニフォーム。何ちゃんと何ちゃんですか？リンカとフタバです。リンカちゃんとフタバちゃんです。リンカちゃんは何歳ですか？9歳です。リンカちゃん9歳です。お帽子とっても似合ってる。双葉は10歳になります。10歳。双葉ちゃん10歳です。かわいい。何ちゃんって言うんですか？ティノちゃん。ティノちゃんですか？ティノちゃん。ティアモンちゃん。テノンちゃんとティアモンちゃん。ティノちゃんは何歳ですか？2歳。ティノちゃんは2歳です。ティアモンちゃんは10歳。ティアモンちゃん10歳に見えないね。お名前なんて言うんですか？かわいい浴衣着て。ハクちゃんとロイちゃん。女の子、男の子。ハクくんとロイくん。ロイ、はい、かわいい。何歳ですか？3歳。あ、両方とも3歳、はい、ロイくんとハクくんです。アルトです。アルトくんですか？そうです。アルトくん。アルトくんかわいい。アルトくん何歳ですか？3歳。アルトくん3歳です。すごい、ひまわりちゃんのアクセサリー、すごい似合ってるね。3匹並んでる、ちゃんと。何ちゃんですか？双葉は一羽です。みんな男の子。双葉くんと三葉くんと一羽くん。はい。何歳ですか？10歳、はい、6歳、4歳です、はい、仲良さそうですね。1、2、3羽です。それで大中小すごい可愛い。あ、ここにお名前書いてある、ちゃんと。暗くなってきたね、だんだんとね。お店の名前なんて言うんですか？はい、ウェブショップしかないんで、はい、あのウェブショップできます、ね、ああ、そうなんですか、はい、ここにフレンチブルドッグが。すごいかわいい。あ、かわいい。パグちゃんもいる。パグちゃんかわいい。あとチワワも。フレンチブルドッグ。あ、エコバッグなんですね、これ。いいですね。はい、ね、かわいい。かわいい。あ、ブルテリアちゃんがいる。看板犬。撮っていいですか？ロカインさんの看板犬ちゃんのハイジちゃんです。7歳ですか？7歳。ハイジちゃんも YouTube やってらっしゃるんですね。何で検索すればいいんですか？ブルテリアハイチャンネルでやると多分、ハイジでやると多分出てくる。ブルテリアハイチャンネル、何ちゃんって言うんですか？ブータロー君ですか？ブータロー君です。ちびまる子ちゃんのブータロー君と同じ名前のブータロー君です。何歳ですか？3歳。ブータロー君3歳。すごいかっこいいのかけてるね。光ってるね。ラブちゃんたち着いたって、キッチンカーのところだってよ。あー、ラブちゃん会えたね。ラブちゃん久しぶりだ。ばあちゃん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 、お久しぶり。今日も可愛いの来て。大きくなってる。大きくなってる。氷のやってきたんだね。ベスト、うん、で心臓を冷やすのダメかなと思って背中に背負って、大きくなったんでしょう。でも美人さんまだね。
リルちゃんです。リルちゃん、女の子ですね。リルちゃん何歳ですか？2歳と2ヶ月。リルちゃんです。で、ノエルちゃん、ノエルくんは、ノエルくんは2歳と6ヶ月、はい、2歳と6ヶ月ノエルくんです。ノエルくんかわいい。あ、2歳と7ヶ月ノエルくん。何ちゃんですか？ MJ です。 MJ ちゃん、え、何歳ですか？ MJ ちゃん4歳です。4歳、女の子ですよね。男の子。 MJ くんです。 MJ くん4歳。 MJ くん4歳です。はい、メイクやるフレームルラインのなんたらセブン。え、そうなんですか？なんかありましたよね、セブンの。なんかすごい。MJ君のママからお名刺いただきました。ありがとうございます。こんにちは。あ、ケバどの子なんですか？あ、くんはあのマリーとモナコが来てるんですけど。あ、マリーちゃん大きくなった。よろしくお願いします。ラブトーニーです。なんか暗い、なんでだろう。でもここが暗いよね。あ、暗いから。すいません、何ちゃんですかね？てんちゃん。てんちゃん、てんちゃんは何歳ですか？1歳4ヶ月ぐらい。まだ小さいんだ、てんちゃん。女の子ですか？女の子です。女の子のてんちゃん。ココちゃん、ココちゃんは何歳になったんですか？ココちゃんは何歳ですか？8月で、ね、4歳になる。ココちゃん4歳です。あー、かわいい、かわいい。マリちゃんも、マリちゃんも友達。マリマリ、こんにちは。え、お名前なんて言うんですか？こっちがモアナとフアナです。ハワイのお名前。何歳ですか？こっちが3歳で2歳、はい、浴衣着てる。マルバンピーになってて、こっちがココで、ココちゃん、ココちゃんとテコちゃんです。そこはね、あ、ココちゃん手術したからね。あ、お留守番ブルドッグがいて。あ、ブルドッグがいて。どこを手術したんですか？避妊手術。あ、そうなんですか？無事終わって。あ、よかったですね。お父さんとお留守番。ナマズ、ナマズなんてあるんだ。ナマズ初めて見たからさ。え、売れてるんですね、ナマズ。クリームちゃんだ。あ、かわいい。何ちゃんですか？お餅です。お餅ちゃんですか？くんです。お餅くん、お餅くん、お餅くん、かわいい。何歳ですか？今10ヶ月。10ヶ月、お餅くん10ヶ月。まだ、じゃあうちと同じ。あ、あのマリー、10ヶ月、8月生まれですか？8月25日。あ、15日生まれなんですね。ちょっと連れてくるね、マリーね。いやいや、マリーちゃん、よいしょ、いいね。よいしょ、聞こえた。ね、大きくなった。もうちちゃんと同い年。はい、ね、あ、ありがとうございます。すごい嬉しいです。ね、同い年だね。よかったね、同い年の子がいて。ね、もちちゃん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、よかったね、同じ年だよ。声だ、声だけ。すいません、なんか本当声が。あ、こんばんは。あ、かわいい。今日浴衣着てる。めっちゃ浴衣着てるよ、かわいい。すごい、この電車ここの名前がよくなるって。あ、あ、ほんとだ。すごいね。小春ちゃんって出てる。こっちが、もう一つの方が。あ、ほんとだ。さくらちゃんって出てる。あ、こまめちゃんって言うんですか？何歳ですか？10歳です。10歳。全然10歳に見えないね、こまめちゃん。こまめちゃんのママにお名刺いただきました。ありがとうございます。かわいい。お餅です。おもちくん、おもちくん、おもちくんは何歳ですか？5歳です。おもちくん、かわいい。真っ白ですね、はい、かわいい、おもちくん。あ、どうぞどうぞどうぞ。
すごい。おもちゃの名前なんていうんですか。あんこちゃん。あんこちゃん。女の子。女の子ね、かわいい。娘さん。すごい。ペアで。ペアちゃん。はい。はい。何歳なんですか、ペアちゃん。今1歳。1歳。え、ちっちゃい。まだちっちゃいんだ。こちらが、こちらがミアです。ミアちゃん。ミアちゃん、かわいい。ミアちゃん。え、女の子ですか。はい、女の子です。何歳ですか。今、何歳だっけ。1歳と1歳17月生まれ。ああ、1歳。かわいい。1歳と半年ぐらいです。すごい、仲いいですね。そうですね、仲はいいですね。何ちゃんっていうんですか。すずです。すずちゃん、すずちゃん何歳ですか。0歳です。0歳、あ、まだ小さい。5ヶ月。ちっちゃい、かわいい。ベルです。ベルちゃん、ベルちゃん、ベルちゃんは何歳ですか。ベルは5歳です。5歳。公式アンバサダーなんですか。すごい。ビニールも流せるうんち袋なので。すみません、すごい嬉しい。ベルちゃんとすずちゃんのママからお名刺いただきました。プリンちゃん5歳ですか。プリンちゃん5歳です。かわいい。とライムちゃんは6歳。ライムちゃん6歳です。プリンちゃんとライムちゃんのパパからお名刺いただきました。かわいいお名刺です。すごい、それぞれあるんだ。かわいい。ママからお名刺いただきました。こんな可愛いって。あとなんか特典があるそうです。お会いしたら、あのパンを1ポイント押します。1ポイント押してくださいます。すごい。すいません、何くんって言うんですか。武蔵です。武蔵くん、武蔵くんは何歳ですか。4歳です。4歳。武蔵くん4歳。あと、あ、うちから花です。花ちゃん。花ちゃんは何歳ですか。4歳。あ、4歳。花ちゃん4歳です。すごい、結構たくさん今日フレブルちゃんと会いました。はい。何くんって言うんですか。これはトノです。そちら福です。トノくんは何歳ですか。2歳。福ちゃんですか。福くんです。福くんは何歳ですか。9歳。全然9歳に見えないね。立派だね。かわいい。何くんって言うんですか。ふうすけです。ふうすけくん。ふうすけくんです。ふうすけくん、ふうすけくん何歳ですか。7歳。ふうすけくん7歳。すごいね。おい、ママが手縫いで作ったカバーです。すごいですね。似てる似てる。すごい。わー、ふるすけさん久しぶり。チョロくんも真っ白だったもんね。お久しぶり、チョロスケくんです。あ、前に会いましたよ。ヨヨギで会いましたよね。このコンビ、スイスで会ってるよね。会ってます、会ってます。お名前、なんて言うんですか。ゴマです。ゴマちゃん、ゴマちゃん。ゴマくんですか。ゴマくん、かわいい。ゴマくんが7ヶ月。ゴマくん、ゴマくん、ひらがなで、ゴマくんです。7ヶ月です。かわいい。今日は帰ります。すごい、もう真っ暗です。帰ります。このチャンネルでは、ゴブヒたちの日常や最近話題の施設に実際にゴブヒたちが行って、感想をお伝えしたりと、犬を飼っている皆様のお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。